皆さんいかがお過ごしでしょうか。デンマークの首都コペンハーゲン在住の千春です。タイトルにもある通り、ようやく申請していましたデンマークの家族ビザがおりました。イエーイ。もう今年は無理なんちゃうかなと思ってたんですけれども、まあ、なんとかギリギリ今年中にゲットすることができました。ということは、まあ、私はほぼほぼ生涯フリーターとして働いてたんですけれども、まあ、それが無事にフルタイム勤務として認められたっていうことだし、あと大学の証明書も、成績証明書じゃなくて学域をトランスレートしただけで出したんですけれども、それも認められたということで、一安心というところでございます。で、私の場合はですね、2月末に申請して、先日11月14日にビザが降りたので、まあ、大体約9ヶ月かかったんですけれども、私の知人だと 1、2ヶ月で降りたっていう子もいるし、でまた別の子だと1年以上かかったっていう子もいるので、もう本当にこれは運とか、まあ、その時の国の状況とかにもよるのかなと思います。で、私の知り合いにですね、チリ人の女の子がいるんですけれども、その子もデンマーク人の旦那さんがいて、で同じ時期ぐらいに申請したんですけれども、やっぱりその子も全然降りてなくって、でその子の場合は私と違って、なんでかは質問、事情は知らないんですけれども、もう仕事をすでに見つけてたんですね、正社員としての仕事を。でその会社には、そのビザが降り次第伝えますねって言ってたらしいんですけれども、そのビザが、家族ビザがなかなか降りないので、会社の方からちょっともうこれ以上は待てないんで、家族ビザをもう待つんじゃなくって、仕事ビザ、こっちでいうワークビザって呼ばれるものを申請するっていうことで、今ワークビザで滞在しているそうです。でその仕事ビザっていうのと、この家族ビザっていうのは、まあ、国から受けれる恩恵が違うっていう違いがあって、まあ、仕事ビザっていうのは、まあ、言ってもその仕事をしている間だけのものになるので、まあ、もし何か事情があってその仕事を辞めるってなると、もちろんビザもそれと同時になくなるっていうことで、国から受けれる恩恵も違うってことで、まあ、例えば語学学校なんですけれども、私のようなこの家族ビザの場合は5年間無料で語学学校に通うことができます。だけども仕事ビザとかその他のビザになると、無料で学校は通えるんだけれども、通う時にデポジットがいるとか、そのテストに受からないと保証金が返ってこないのかな、それは学校にもよるかもしれないんですけれども、まあ、とにかくその保証金として無料で受けれるけれども、まあ、何かあった時用のそのお金をとりあえずは払わないといけないっていうのがあったりします。で今回私がゲットしたこの家族ビザなんですけれども、前もお伝えした通り期限は一応2年間になってます。なので2年間その切れる前に延長手続きをしないといけないんですけれども、次回もし延長手続きをすれば、次は4年間有効になるそうです。でその後は6年ごとの延長手続きをしないといけないそうです。まあ、ただその延長手続きの申請料金っていうのは、もうこの家族ビザの申請料金に比べたらもう安って思うぐらいなんですけれども、だいたい5万7000円となっておりました。でこれからの流れなんですけれども、そのビザ降りましたよっていうデジタルレターっていうのが、まあマーカスの方に届いたんですね。でそれに CPR ナンバーの申請をしてくださいっていうのがあったので、インターナショナルハウスというところのホームページから CPR ナンバーの申請をしました。でその申請が終わると自動返信みたいな感じで、申請受け付けました、で今から2週間以内にもっとドキュメント、もっと書類が必要かどうか、もしくは最終手続きのためにここに来てもらうかの連絡をしますっていうのが来ました。で私の場合は CPR ナンバーの申請をしてから3日後にもう返事が来て、あなたの申請見たわ、インターナショナルハウスに来てください、下から予約してねっていうのが来たので、すぐにそこから予約ページに飛ぶと、一番早くて6日後の予約だったので、6日後の行ける時間を予約しました。今日その予約をしたばっかりなので、とりあえず6日後にそのインターナショナルハウスに行って手続きっていう形になります。でこのインターナショナルハウスって何やってことなんですけれども、一応日本語訳では免許発行所っていう名前にはなってて、 Google マップ上では。でも、まあ、簡単に言うとデンマークに来た外国人をサポートするっていう施設で、まあ、さっき言った CPR ナンバーとか、あとは NEMID って言われるものの登録をしたりだとか、あとは外国人向けにどうやって
デンマークで家を買うのかっていうのを英語で、レクチャーしてくれたりだとか、仕事探しのお手伝いを無料でしてくれるそうです。でその CPR ナンバーが無事にゲットできましたら、次はまあ銀行口座の開設とか、かかりつけ医の登録と健康診断とか、もうそれもろもろ、もうすごい年末にかけて私は大忙しになるんじゃねえかっていう感じなんですけれども、まあ、それと同時にですね、ビザが降りたということは、私のこのデンマーク語検定のリミットも始まったということで、降りたのが11月14日だから、その日から半年以内に A1 レベルのデンマーク語検定にパスしないといけないのと、11月14日から9ヶ月以内には A2 レベルにパスしないとビザが取り消しになる可能性があるっていうことなので、もう本当にいやいやなんですけれども、全然あのデンマーク語を勉強したいっていう気持ちには一切ならないんですけれども、いやいやながら始めないといけないなということで、まあそれに加えていろいろ手続きだったり、まあ、あとはまあバイトも多少しないと、まあ、その収入だけでは常に毎月マイナスで動いてますので、ちょっと働かないといけないなっていうのもありますので、まあ、すごくいきなりですが忙しくなる予感がしております。まあ、それに合わせましてですね、今はちょっと謎に3日に1回というハイペースで初心者のくせにやってるんですけれども、まあ、それはちょっと難しくなるかなという予想なので、まあ、何日に1回出しますとか、この何曜日に更新しますっていうのはちょっと言わないで、ちょっと自分でもどんだけ忙しくなるか分かんないので、まあ、そういうのは決めないで更新できる時にするっていう、ちょっと緩いスタイルでやらせていただこうかなと思います、来年からは。でインスタグラムの方では、まあ、多分ストーリーとかでデンマーク語の愚痴とか多分いっぱいぼやくと思うので、もしよければ私のインスタ概要欄から飛べるようになっておりますので、そちらもぜひフォローお願いいたします。で私がなんで来年からって言ったかっていうのは、実はそのビザが降りる前にもう12月の YouTube の予定っていうのを立ててて、ちょっとした企画を12月にやる予定なんですね。でもそれを進めているので、まあ、12月までは頑張って続けようということで、年内はいっぱい更新したいと思います。なのでチャンネル登録がまだの方、よければチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。もしかしたら1年後ぐらいに YouTube にてデンマーク語検定落ちました、ビザもらえませんでした、日本にいますって言ってるかもしれないんですけれども、その場合は笑ってやってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ピースー。